なんていう花だ、ありがとうございます。ドカボックさん、ルン、たずみおごさん、かわいい、トシタさん、なんだ、お元気、元気です。僕のごちもさん、ハッタハッタハッタ、石川先輩さん、ハッタ、ありがとうございます。こんばんは。今日はどんな一日でしたか。配信始まりました。ちりちゃんのシスントシさん、ハッタ、ありがとうございます。ちりちゃん待ってたよ。もった見えてないよ。ボーバーモーさん、トシさん、ハートありがとうございます。いいね。あ、誕生日だけど仕事してたなり、では皆さんで歌いましょう。あれ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 、ニックさん、流れ星ありがとうございます。新潟からこんばんは。こんにちは、新潟さん。もし前髪伸びたと思う。ちょっと待って、なんかめっちゃ電波が、ああ。頑張れ。テンポ悪いって今 Wi-Fi 使いすぎ。待って、してる。嘘でしょ。え、今の一連なかったことになってる、もしかして。え、いきます。3、はい。あれかな、ちょっと Wi-Fi が多分今で、今テザリングをね、パソコンの方にテザリングしたんだけど、パソコンの
さん、キリさん、ハットありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ライブもね、会いに来てくれたりしてくれると嬉しいです。そして、素敵な1年にしてくださいね。ゲームはしてないです。ゲームするね、じゃあ第五人格します。つるちゃん、キジさん、ハートありがとうございます。強くない。え、最初は大丈夫だった？I'm okay. はい。Wi-Fi 飛んでるの、Wi-Fi は飛んでるの見えらないですよ。一応見るかも。つなげすぎ。え、私 Wi-Fi 繋がってないよ。ミュウの Wi-Fi、 あ、ミュウの Wi-Fi、 ミュウの携帯は Wi-Fi 繋がってなくて、で、お母さんが今 Wi-Fi 使う。お母さんとこの携帯だけ Wi-Fi 繋がってる。だから使いすぎてるってわけじゃないんだよね。これめっちゃタイムラグがタイムラグすごくない？なんか、え、全然違うんだけど、え、喋ってるとか全然違う。こういちさん、ハートありがとうございます。じいじ、ルン、ありがとうございます。同じ時間、もしかして生きてない感じですかね、これ。いや、どうしてもタイムラグがあるっていうのは知ってるけど、あ、でも、アメンボさん、ね、なんか小学校の教科書とかで出てきそうなバラ、あ、バラじゃない、花、ありがとうございます。あ、あ、でも大丈夫だ。いやいやいや、だってしっぽさんのハッピーバースデートゥーユーのソングを多分歌ってるところが、さっきなんかみんながやっとったけ、ええと思って、それ結構前に終わったけどと思って、な、え、な、え、タイムラグなのか、もう次元、違う次元を生きてるのかって今なりました。ポポさん、ポポさんじゃない、ポポ、ポポポか、クマ、ありがとうございます。一気に飛んだ。そうなった。え、待って待って、この画質の話とかもさ、え、さっきしたよ。え、さっきの質問を返してくれてるってこと？え、違うよね。でも、え、怖いんだけど、怖いんだけど。
とうございます。メタボさんって名前なんか優しいけど、メタボめちゃめちゃ律儀な子とかだったさ、メタボさんさんって言いそう。ちりちゃんハートありがとうございます。なずみやごさんもハートありがとう。マジ時空歪みすぎて悪空切断食らったんかと思ったもんね。本当に私の大好きなパルキアの悪空切断食らったかと思ったわ。今何時？ね、今はね9時12分を生きてます。一応皆さんのところではどうですかって言ったら多分13分とかなってるんでしょうけど。あ、ネイル、そうちょっと取れたんですけど、ここちょっと剥がれちゃったんだけど、お母さんとミユが作りました。お母さんと私のネイル、さくらんぼネイルです。ご飯を食べた？あ、もう土屋門さんハートありがとうございます。よーさん待てたよ、ありがとうございます。かわいい？さくらんぼ1分ずれてる。あー、まあ1分ならね。メタボさんありがとうございます。前髪はあ切らないかもしれない。次は何しようかなって思ってます。こういう、でも今の前髪の長さめちゃめちゃちょうどいいかも。眉毛と目の間らへん、あちょっと短いけど、これ今何もセットしてなくてこの長さなんで、セットしたらちょっと短くなるんでこの辺ぐらいなんです。ってなったら今はちょっと短いかもしれない。おまゆはおまゆからしたら長いけど普通からしたら短い。でこだし、こだしにしようか。かき揚げヘア、こういうヘアきれいになった。本当昔と比べたらきれいになりましたか。ほんとは流れ星こうまいさん、焼きそばさん、ハト CG ショーヤさん、お花ありがとうございますオールバック、オールバックにはねちょっとねしたくないんですけど、昔オールバックだったんですけどね私。昔って本当はね小学校とか、小学校の時かな、中1ぐらいまでオールバックだった。でだからなんか前髪を気にする子たちの気持ちが分からなかったんですよ、オールバックだったから。でも自分が前髪を作るようになってからは本当に前髪って大事なんだなっていうのに気づかされましたね。昨日シャインマスカット食べたから5000円ぐらいの。シャインマスカットって高いよね。キヨピーさんありがとうございます。本当はお花ありがとうございます。グレてたんだって。キリさんハート、鈴木一郎さんお花。偏見すぎる。前髪がなかったから。いや、こんなんなんでだろうね。多分ダンスしてたからかな。ダンスしてたからっていうのがやっぱ一番重いかもしれない。ダンスしてたから前髪もなかった、作ってなかったのかな、わかんないけど。
その方がやっぱ髪の毛のアレンジもできるし、あのだからね、私ダンスをねしてた時ね、本当になんかそういうヤンキーじゃんって思われるようなことが多くて、やっぱなんか例えばそのなんだろう、髪の毛を染めたとか、中学校かな、中学生の時ぐらいかなに、イベントに出るために髪の毛を半分だけだった、毛先だけだったんだけど脱色して、何色だったっけな、赤色を入れたことがあって、とあとピアスも開いてるしみたいなだけまあなんか一括い髪型とかもするしだったから、結構ねそういうあのあヤンキーだーって思われるようなことが多かったかもしれない。でも当の本人はさ、もうコミュ障にコミュ障ぐらいさ、本当に人見知りだからさ、昔から人見知りだけさ、いや本当に友達一回話したことあったりとかっていう子に対してはめちゃめちゃもうフレンドリーなんですけど、全然もうね人見知りなんでね、名前人見にしたいぐらいですもんね。ポンタ、お花ありがとうございます。恋してカーブさん、ハートありがとうございます。ゾミヤンゴさん、よく流れ星ありがとうございます。目つき悪くないんですよ。いや目つきね悪かったんじゃないかな、わかんないんですよね。私はなんて言うんだろう、私的には結構目つき怖い方だなと思ってたんです。思ってたっていうか思ってるんですよ。なんか真顔で何も考えてない時にパッて見たりとかっていう、その 目つきってあるじゃん。ああいうのがちょっと私は自分自身でも怖いなって思ってて、で本当に無口な方だったんですよ。どちらかというと友達といない時とか本当に無口だったんで、誰でもそうかもしれんけど、はい、結構おとなしいタイプの人だったんですよ、友達がいないとだったから、ちょっとああ出来物が。ちょっと待って、再発出来物、再発したかもしれん。悲しい。どこにどこにって言ったらいいんか分からんけど、内緒ポップコーンさん、魔女の帽子ありがとうございます。キリーズハートありがとう。ポンタン、お花ありがとうございます。おけつは痛くないけど腰は痛い、腰痛お薬塗るような感じでもないんですよ。言うなら股関節の股関節のところにあって、で着物がめっちゃ痛いんですよもう何するにも当たるじゃん、どう頑張っても当たるじゃん。なんかこう歩くだけでも痛いし、ありがとうございます。
花、ありがとうございます。おでこ、そう、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い、本当に痛いんです。皆さん、もうこんぐらい腫れるんよ。いや、まだね、今ね、収まってるんです。今も収まっとって、ニキビみたいな、ニキビ、まあ、ニキビができてるんですよ、まあ、要するに。そうだっけ、今収まってるんですけど、まあ、ニキビってさ、やっぱ出てきたり収まったりってこう繰り返すじゃないですか。いや、病院行きましたよ。そう、もう無理と思って、本当動けなくなるんです。もうダンスなんかもってのほかみたいな、本当に動けなくなるから、これを取ってもらおうって、取ってもらおう。そう、ビキニができてるんです。そう、あ、虫刺されたわけじゃないんですけど、そう、痛いんですよ。つるっと貼って、ありがとうございます。みんなに分けてあげたい。プレゼント、プレゼント。絶対いらないプレゼントだね、みんなね。受け取ってくれますか。取ってもらえたの、まだ予約はしました。でも、ダンスが、そう、ダンス関係してくるんですよ。これマジでできたらね、結構大きくなると、最大限に大きくなるとね、ダンスできなくなる。踊れない、めっちゃ痛くて、いらない。せんちゃん、待ってたよ、ありがとうございます。え、遠慮しますっていうタイプと、いや、遠慮しますしかおらんかった。かろうじてハンスターが、もちろんみたいな。よいしょ、それなーに、狼、ありがとうございます。あ、読み仮名書いてくれてる、ありがとうございます。最近は、最近はね、あれです、レッスンはお休みしてるんですけど、その理由がこの出来物じゃなくて腰痛。ちょっとね、一応そのダンスの先生がそういう資格を持ってるんで、なんか、なんていうの、整体師の資格を持ってて、そういう、だからなんか骨どうのこうのとかって詳しくて、でだから結構ね、体が痛いとかっていう時は言うんですよ。言って、こう、何が今、ここ痛いんですけどって言ったら、あ、それはそうだねみたいな、こうだよみたいな感じで言ってくださるんですよ。でだから、今すごい腰が痛くてみたいな、でなんか不意に痛いみたいな、でダンスするときは痛くないんですけどみたいな、あ、それはね、もうちょっとで言ったら危ない系だよみたいな、なって、ちょっとそれは休んだ方がいいかもねみたいな感じになってるんですよ。そう、整体師ではないですよ、資格を持ってるだけなんで。そう、なんか資格っていうか、なんかそこ卒業、その専門学校、ちょっと書かないけど、そんな感じ。ニックさん、だるま、ありがとうございます。なぜみおごうさん、流れ星、もくいさん、ハート、ありがとう。そう、めっちゃね、急にマジ突きってくるんですよ、左腰突きってきてみたいなことが多くて、そうだからね、今ね、ダンスはね、お休みしてるんです。流れ星、ありがとうございます。友達だ。
さあ第五人格しますか皆さん。最近マジずっとお父さんにね、あの第五人格しやーってずっと言ってね。めちゃめちゃ付き合わせてますねお父さん。レッドブルみっちゃん貼ってありがとう。かわいいな。ラブリーちゃんですか。昨日ねメイクがねすごいヨレヨレで、昨日の写真見せてあげたい。これなんだけど、なんかこの辺とかヨレヨレなの分かる？結構なんか肌が汚い感じ。なんかもうちょっと近いのないかな。とにかく汚いのよ。なんかこの小鼻の方とかがねちょっとね汚くて、もう毛穴がね汚い。なんかこうやって遠くで見たらまだいいんですけど、こういうちょっと近めのやつとかでこうアップすると、なんかほらちょっとよれを感じるの分かります？なんかあめっちゃなんか白飛びしちゃうんだけど、もう白飛びすぎても見えないけど、この辺ですね。ここだからね、今日はねさっきメイクしたんでよれてはないと思います。どうですか？はい、さっきメイクしたばっかなんでね。みんなの前で、はい、みんなほったらかしで撮影をしてしまう。ポタフナありがとうございます。もう毛穴洗浄行きたいんですよね。お金がない。うん、切実です。お金がないです。今の写真と見ようか。そんな変わんない。なんどっちやねんとか言ってね。あでもまあ、あでも昨日よりかは綺麗。昨日よりかはって話ですけど、あでも昨日よりかは綺麗ですね。見えますか？この感じといや見えない。あれ毛穴はね開いてるんですよ。もう毛穴開きまくりなんですけど、あでもまあ、あのこっちの方が綺麗ですね。見えないですね。残念、見えません。わかんないよね。しかも見せられたところだよ。見せられたとてわからないよね。
まあ皆さんはいつどんな時だって可愛いよって言ってくださったらはい喜ぶんで、ガサキさんは。そのヘルさん、何でしたっけ、ラブレター、ありがとうございます。はい、ではそのヘルさん、ラブレター一言どうぞ何その要素、ラブレターを送ってくださるってことはね、ちゃんとあの紙をねこうめくって背景何々様みたいな何々ちゃんへずっと前から好きでしたみたいな、そういうのね、そういうのと共に言ってくださいね。ポンタお花キリさん、かわいい、ありがとうございます。やっぱかわいい、ありがとうございます。阿部ゆいさん、え、阿部ゆいさんだってるんですか、結婚して、メリーミーラブリー、あ、親愛なるか親愛なる門脇美奈などのなんとかなんとかで、なんとかなんとかな、君が好きだ。コシンさん、ハートありがとうございます。可愛いと綺麗はどっち嬉しいですか。どっちも嬉しいけどね、もちろんどっちも嬉しいけど、でもどちらかというと可愛いの方が好き、嬉しいのかもしれないし、綺麗って言われた方が嬉しいかもしれない。コムさん、ポポ、はい、ありがとうございます。ネルさん、ハートありがとう。メーターボーさん、レインボースチュー、ありがとうございます。かわいい、かわいい、ありがとうございます。かわいい、かわいい、まあどっちも嬉しい。うん、まあまあそうですね、確かに、その時々によりますね、確かに。まあ自分が今こう可愛く仕上げてる時に綺麗って言われると、あ、またちょっと違うなって思ったりもするかもしれないし、綺麗にこうテーマを決めてやってたのに、あの可愛いって言われたらまた、あ、ちょっと違うんだけどなって思うかもしれないしね。まあ、今のところ別に今日はね、ほぼ特に何もないので、テーマはオプソ、オプソミラー、わかんないけどね、ちょっと、うん、まあ本当にね、なんかさ、女って大変だよね。いや、女に限らないけど、もちろん、でも女の子の方がなんかさ、気まぐれわかる？でさ、こう、まあ例えばだけどね、子供に、まあ、子供が生まれました、その子供が、まあ、女の子だとします、女の子は育てるの大変ってね、やっぱこう、よく聞くんでお母さん方がね言うので、あー大変だよね、やっぱ女の子ってってね、そう、ね、ほんとお父さんとかお母さん本当にありがとうって思いますよね、こんな私に付き合ってくれて、そして皆さんもですけどね、
皆さんもよくありがとう。上が女の子なら楽よ。でもどっちもあるもんね。そのさ、まあ兄弟産みました。私の場合だとお兄ちゃんがいるんだけど、やっぱお兄ちゃんがいるとお兄ちゃんと一緒に遊ぶけさ、ちょっとこう少年っぽさが残るというか、結構おしとやかーっていうよりかはちょっとボーイボーイッシュ入ってるみたいなね、ちょっとね、はい。でやっぱ女の、あ、お姉ちゃんと弟だと逆に弟が女っぽくなったりすることってあるんですよ。 お姉ちゃんと一緒に朝おままごとするとかそういうのとかがあるんで、そうっていうねのがありますよね。で3人いて一番下とかだったらね、どうなのか分かんないんですけど、以前の子育てまあね大変だけどね、どっちも欲しいよね。こんばんは。あれ、あれ、ん、有町さんありがとうございます。びっくりしたチェリンコ声だ、サイクリングだ。男兄、そうだよ、同性の兄弟はね、兄弟でね怖いんですよ。女の戦いと男の戦い、男はもう暴力うらうら、女はもう言葉でたまに暴力口の方が多いかな、女は。で、上、お姉ちゃんとかちょっともう口悪くなりそうでね、喧嘩とかしてたら、おいみたいなね。お兄ちゃんいるからうちの娘は。それね、わかる。シルバニアファミリー私も持ってるんですよ。あ、買ってくれて、でもね全然やんなかったもんもちろんやったんだけど、ちょっとやったけど、そんなにやらなかったかな。でもおままごとかもやってたし、やってたけど、やっぱお兄ちゃんと一緒に遊ぶ、一緒にゲームとかが多かったかと。リカちゃんとかもあったし、でしかもお兄ちゃんやっぱ男だけさ、リカちゃんのやつとか壊し始めるわけ頭外してとか、もう最悪だよね、何それみたいな。逆にお兄ちゃんはね、あのゴジラのなんかやつとか持ってた、ゴジラのなんかあのプラスチックのおもちゃみたいな、キメラとか、キメラみたいな名前いた。うずみよこさん、ありがとうございます。 If I ever broke up, I'm always sad. Take it for the equity, happy, happy, five, four, go up. ガヤガガ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 ガ、いや、お兄ちゃんはねゲームをするとね気泡変するんですよ。いつも優しいのにゲームになるとね、いやもう怒りがすごいんです。怒りモードが、なんか私がちゃんと動いてないと、なんでそこ動かないんだよみたいな感じで言われる、かわいいよー、やだだよーみたいなね。あの本当に一番の喧嘩の原因になったのはスーパーマリオブラザーズでしたね。スーパーマリオブラザーズは本当
当はね、あれは喧嘩の源でしかないと、あのドンキーコングはもうすごかったね。めっちゃ喧嘩したもん。喧嘩というかもう、うん、んみたいな、もう舌打ち大会だった。そんなこと言われても分かんないもんみたいな。しょうがないじゃんみたいな。マリオカートとかでは別になんないんですけど、それはもうマリオブラザーズはねやばかった。でもマリオは一生しないと思ったもん。すごかったよ。いやーすごかったですね。本当にやんないと思った。ブラックミューだ。いやもうどちらかというと私よりお兄ちゃんの方がブラックだったんですけど。ね、確かにね、兄弟なんてそんなもんよね。ポンタン流れ星ありがとうございます。私がちゃんと動いてないと怒られるんです。まあそれもね、今となったらね、なんか良い思い出だなとか思うし、なんかそういうのもなんか必要なのかなって思いますよね。そういうものを経て、そういうものを経ての今の私。それでは聞いてください、今の私。今あなたは、チルさんハートありがとうございます。ニックさんコマありがとうございます。私あとお父さんにですね Wii U を投げつけられましたね。バコーン言うて。あの床がへこみました、ちょっと。ありがとうぜ。それぐらいですかね、結構すごかった。何をしたら、いや、うん、前回私のライブ見に来てくれた方だとちょっと話が通じるかもしれないんですけど、そのまあ一時期ダンスが嫌になった時期とかもありますみたいな話して、まあそれが私があんまあの練習をしなくて、でなんかお父さんはもう練習をしろみたいな感じで、で、まあ、自分も練習しない自分もめちゃめちゃ悪いんですけど、であの Wii U があったんで、その時Wii U で隠れてゲームしたらそれを投げつけられるっていう、まあ当たり前の結果だよねみたいなあの感じなんですけど、はい、そんなね、まあ子供って感じの子供って感じの出来事でしたね。そうなんですよ、ダンスバトルが本当に苦手。本当にフリーで踊れっていうのが一番苦手なんですよ。でその練習もフリーで踊るね、ダンスバトルの練習だったんで、もうってなって、まあでも自分もね、練習しない自分も悪いし、もしかしたらその時にちゃんと練習してたらね、こうもっといい結果を出せたのかもしれないし、今の自分はちょっと違ったかもしれないみたいな感じではありますけれど、まあそんなねことも子供ならではのっていうこともありましてね。
さんをバカ怒らせて、本当に一時期やばいことにもなりましたし、それでは聞いてください今の私無理やりつなげていく。今あなたはどんな空の下で何を、あのライブ中のラジオトーク、あ本当よかったラジオトーク、そう三浦門脇のファイバレットラディオ、あ間違えた、門脇三浦のファイバレットラディオ、 DJ 三浦門脇がね、あのいろんな話をするんですよ。あの前回のね、ラジオはマジで10分ぐらいあって約10分ぐらいあったんですよ。でなんか最初そのあのまあ私がお着替えの時間もあるのでちょっと時間が欲しいじゃないですか。でなので何分、まあ6分とかあったらいいかなみたいな感じだったよ。でそのダースのトークとか特になんかなくて、そういうあの1回2個あのそのラジオコーナーがあったんですけど、1個目はその今までやった曲をあの紹介するっていうやつだって、時期なんか私が喋る部分っていうのは別にそんなになかったんですよ。でも2個目は私のダンスの歴史みたいなを喋るみたいななってて、ちょっとあんまりずっと私が喋りだったんで、そういうなんかあんまり喋らなくていいってわけじゃなくて、もうずっと私が喋るみたいな感じだったから、もう大丈夫かなみたいな、ちゃんと喋れるかなみたいな感じでやってみました。やってみたら9分ぐらい喋っててえみたいな心配した気持ち返してって思うぐらいめっちゃ喋ってて、もうなんかすごいダンスの先生がおしゃべりだねって言ってました、言われました、ね確かに私喋るの好きだしなと思って、よう喋るわって言われました。ゆるちゃんハートありがとうございます。ドゥッドゥルドゥッドゥルゆるちさんハートありがとうございます。なずみおこさんパボありがとうございます。はい、では皆さん第五人格をしたいと思います。イエーイ。いやなんかあの怖い話のやつみたいな感じでずっと私が喋る公演ポッターレイブスチェアありがとうございます。リムの話好きだよ。本当本当か。さあ第五人格のコーナーですよ皆さん。第五人格というあのアプリを持っていらっしゃるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒にやっていただきたいなと思います。あ、梅の花？違うか。モサハートありがとうございました。コポコシャハお花ありがとうございます。さっきもお兄ちゃんじゃないお父さんと一緒にやりました。片脇みんな講演会何について話すんだその講演会前髪伸びてきちゃって、そうなんですよ、前髪伸びてきちゃって、4人いますね、チリちゃんとキージージさん、ポンタ、ドネさん、入るかな。はい、まあ5人ですね、5人お
ク戦いけます、ランク戦いきたいと思います、イエーイ。あ、ランク戦モードに行けないって。消えんだね。じゃあランダムマッチで。そんなに入れてやりにくくない、よっ、全然やりにくくないですよ。皆さんの今日のハイライトは何ですか。私よくねこれ聞くんです、いろんな人にね、今日のハイライト何ですかってめっちゃ聞く。ガチャリたい。ガチャリたい、めちゃめちゃ。じゃん、第五人格。豊か緑っていう緑茶を見つけたこと。え、すごい。片緑ってどこのお茶？さあ、いきます。押してくれないと始まらないなりよ。あ、やばいやばい。あこれあれ1分ね、1分次スタートできないんですよね。はい、待ちます。ラブリーちゃん、こんばんは。ワッキー、お、もう酒感が詰まってた子、ワッキー。同じだね、私と昼ご飯、マッサージご飯、やば。え、それはずるくないですか、誘われてないんですけど。今日は大集大通室行くことになりか、なりかけた。回避したの。ドイツ出張ってどんくらい、どんくらいなの、どんくらい、ドイツにいなきゃいけないの。あと3秒。ほんと今度の方はね、よろしく頼んだ。あ、うん、それか、え、送ってくれて、うん、松茸ご飯を送ってくださったら嬉しいです。会社の車がオートライトで困ってます。何ですかそれ。オートライトって何ですか。アイドリングストップ、何ですかそれ。車のことわかんないからさ、やめてもらってもいいかな。それであれでしょ、あのコメント欄であの会話するんですよ。何それ何それ。数日間、何ヶ月とかじゃない、何年とかだったらね、ちょっと嫌やりたいじゃない。一挙取ろうぜ。一挙取りたいです。もちろん。一挙取ったらね、今の話めっちゃわかる。めっちゃわかるようになるんでしょうけどね。あれ、なんか行かなかったんだけど。なんの？なんの？初見でしたって。佐々木はるきさんですかね。こんにちは、兵庫県は町出身、広島在住の門脇めなです。好きな食べ物はじゃがいも、好きな色は黄色。好きなポケモンはパルキア。好きな絵本は腹ペコオムシ。さっきから何だろう、
広島におるんや。あ、そうなんです。私昼今広島にいらっしゃいます。たまに淡路島に帰省します。帰省したついでに、あのユニバーサルスタジオジャパンっていうところが大好きなので、私はユニバーサルスタジオジャパンの年パスを持ってるので、よくユニバーサルスタジオジャパンに行きます。全部フルネームで言うっていうね。え、なんか行けないんだけど、なんで。なんでだろう。え、なんかポンタさんがマッチングからログアウトしましたって言われたんだけど、なんで。住めるんだったらもう住んでる。住みたいですよね、もうね。なんならね、本当に。一旦。どこ押すの？え、なんか開始みたいな。え、真ん中に。え。一旦皆さん、あのチームを解散させていただいて、解散したら言って、ちょっとワン試合してくるわ。落選行ってくるわ。推定待ち時間2分なんだけど、2分23分どういうこと。のぞみやんこさん、ハートありがとうございます。やばい、目がもう。ふっさん、魔女、魔女の帽子ありがとうございます。これもうなんか目がさ、こうやってさ動いてるのすごくない？ちょっと誘いました。今あ、そうだ、第五人格持ってる方に、どうやって見るっけ、これか。ご人格持ってる方もしいらっしゃったらのために、ね、こちらにコードを打っておきます。私の ID ですね、フレンド ID でございますので、これを打ったら友達になる。2353236025、こちらが私の ID です。ポンタ、くまちゃん、ありがとうございます。くまはいはいはい、
なんかソロなんとかって何？ソロインスタンス中って。とりあえずこの2人で行きたいと思います。キジさんとチルちゃんで。1回戦目行っていきたいと思います。たらーん。私は心理学者で行きます。ジョンドーさん、バラ、あ、間違えた、お花、ありがとうございます。いや、今日のお昼がカレーでした。これいいね。私はカツサンド。試合目いきたいと思います。暗号解読をしていきたいと思います。え、なんで今押せんかった？ダミューのとこ来てる感じがします。ほんと待ってたよ、ありがとうございます。待ってたよ。あー、ジリちゃん少女なんか持ってんの。すごい、なんかすごいんだけど。めっちゃ私狙ってきてる。あ、食らってる。そんでもって私今食らった。お、電波電波、あれどこ行った。分身みたいなやつ出んの嫌なんだけど。おお、あ、間違えた。あ、めっちゃ間違えた。はい、あ、そっち行っちゃった。こんばんは、こんばんは、コロンさん、お花ありがとうございます。すいません、解約してもらってもいいですか？もっと待ってたよ、ありがとうございます。だいだいさん、 J やっさん、こんにちは。あ、こんばんは。本日はどんな一日でしたか？今第五人格をやっております。第五人格というゲームをやっております。ちゃんが飛ばされちゃう。お、
あ、当たった。もうこの当たり判定がもうなんかもうって感じ。もう牛だろ、牛だぞって感じ。牛なっちゃうぞってって感じですね。あ、信用するんだけど。あ、オーマイガッツ、オーマイガッツ、オーマイパスタっす。のさ、あの範囲がわかんないんだけど、だぶわって感じ、おわちって感じ。どういう当たり判定なんだ。絶対今当たってないよねっていうところで当たってるんやもん。なんでなんだろう。マジこの当たり判定のところ知りたい。こんばんは、ズーミン、こんばんは。第五人格してます。めっちゃ顔ドアップだね今思ったけど。顔近、顔でかって感じ。開いた瞬間顔でかみたいな。ちゃん、捕まっちゃった。僕ちゃん捕まっちゃったよ。やり方違えぜ。これは医師の方が助けに来てくれると嬉しいたんですね。まあこんなんです。捕まりました。太郎丸さん、医師は、あ、全然、うわー、うわ、マジ？申し訳ない、本当に。あー、本当に申し訳ない。もう私マジで先般した、めっちゃ先般したんだけど今。足持ち分けないくらいね、あの下手くそすぎてびっくりした。飛びました。笠木さん死んじゃった。ニクさん、レインボーストーンありがとうございます。キャワワ、チップさん、こんばんは。死んだらね、こんな感じでね。いや、こうやってやったらさ、見えるんだね。こういう感じで、幽霊になって見れるんですけど、あ、全滅です。全滅ですね。さよならグッバイ。あの一回戦目はマジでもう何もできんかった。モサハット、マックさん、ごしモサハット、ハット、ハット、ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。マカサコハシモさん、ハートありがとう。さあ続いて、土の子さん、ポンタ、ドネさんを今ね誘いました。
第2回戦目いきたいと思います。マインで弾かれたカナピつらいんだよな。ジジ飛ばされた、全員飛ばされたから。はい、いきます。あれ、ポンタがいない。ドカワキ、ツッチーノコさん、ギリジーさん、チリちゃんでいきたいと思います。私は心理学者でいきますね。これでも画面見せたらあれだよね、あのバーされる、飛ばされる。私結構音とか流してるけどあんまり通されない。ふっさん魔女の美味しい、ありがとうございます。ぼうさんだるま、ありがとうございます。レッツスタート、頑張ります。見せてやったらやばいんかな。とりあえずこうやって見せてやろうか。え、できるかな、見せてやって。始まりました。とりあえずこのゲームは、あの初めはね、発電機を、あの回電をしていけばいいので、やばいやばい、耳鳴ってる、耳鳴ってんのかバレてんだよね。あ、バレましたね、片脇さん今バレてます。あ、まずいまずい。おう、やすやすやす、おっす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 。はい、食らっていく。今一発食らいましたね。えい、へい、間に合わないよ多分。ちょっと待って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 、はい、やばいやばい、これ見えてる、えー、今食らったん。今食らってんのはちょっと決めてないよな。この当たり判定がわからん。倒れました門脇さん。芸者です、こちら芸者というあのハンターでございます。この鬼の仮面も、このこれが今芸者の、これからさっきの鬼の仮面になります。で、私結構チェイスしたんじゃない？今
チェイス、チェイサー、チェイサーしたんじゃない。こんばんは、カツオさん、こんばんは。あ、歌歌ってる。ラーラーラー、助けてー。あた、えい、あれ、あ、チリちゃん追いに行った。解読に集中してください。見えてんの。解読します。あ、ツッチーの子さんかキージージーどっちか、あの助けに行って、あ、これはジージの方がいいかもしれない。あー、チカかー、これは厳しい。チカは厳しいだろう。まあね、そう、今ね、あの父の子さんはね、この指名手配っていうのがついてるんですよ。それがあると、あの居場所がバレるんですよね。ちょっと回復してくださると嬉しい。あー、ジジイ回復してください。お願いします。あー、ジジイ多分分かってないかもしれない。あー、ちょっと待って、あー、ジジ回復して。この絵面めっちゃおもろいんだけど、この町よ、町。あー、いや、ちょっと待って、ちょっとジジ。もう諦めましたね。おじさん、あ、あー、ジジ、回復して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 、あ、回復して、あー。もう、土の子さん、土の子さんでもうね、あの、助けてあげることはできなくなりました。回復して、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 回復、おー、オッケーオッケー。え、なんで。なんでだよ。絶対これ、くるくるくる、あの、違うとこ行こう、違うとこ行こう。よろしく頼んだ。おーい。おーい、回復だーい。あ、ありがとうございます。すいません、すいません、すいません。あざ、あざます。さあ、解読をしましょう。あ、一緒に、あ、あ、一緒に、一緒に、こうなったらもう一緒に 解読した方がね、いいです。いいですとか言って、そんな知った顔、あれ、あれ、いない。いないんですけど。どこへ行かれた。うわ、ゼロだ。うわー、やばいやばい、私がこれで稼がな。オメガッツ、あ、やばい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 、そんでもってやばい、そんでもってやばい、これ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 、あー、やばいやばい、電波悪い。さあ、どこだどこだどこだ。へい、あ。
涙ほろり。一個階段まで行けたかったんだけどな。残りはジージだけになりました。ニックさん、レインボースター、マックスがこしもさん、ハートハートハート、ありがとうございます。はい、死にました。ファンタはどこに行ったんですかね。ここで、あのジージー、あのハッチから逃げれるよ。あの地下で逃げれるよ。もうあの回転しなくても逃げれるよ。逃げれるよ。多分これ聞こえてないね。逃げれるよーって、ハッチで逃げれるよ。ここにあるよハッチ。あ、めちゃめちゃここにあるよ。ここにあるよ。ここにあるよ。ここから逃げれるよ。悲しいんだけどマジで。あー、めっちゃ遠い。あー、悲しい。さよならっていうね。はい、こういうゲームです。わかりましたか、わかってくれましたか、どんなゲームかわかりましたか。私こうやってやらなっちゃう。こんなゲームになっております。ポンタハート、ありがとうございます。コツオさん、ハッタハッタ、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ぜひ第五人格持ってるよって方はこちらの ID を登録してくださったら私とフレンドになりますので、ぜひよろしくお願いします。あ、今度ツイッターにつぶやいとこ。はい、それでは今ゾネさんとポンタどちらかを招待したの。あ、ちょっと待ってよ。はい、お、ゾネさん入りました。ではハンターになりたいですか。え、これさ、あ、みんないなくなった。間違えちゃった。ポタレインボースター、ありがとうございます。間違えた皆さん、あのチーム解散していただけたら。帰った。いただきます。チリちゃんとチュノコでやっていきたいと思います。5人だと このカスタムモードでしかできないので、カスタムモードでやっていきたいと思います。チリちゃん鬼にしますか。私鬼になってもいいけど。多分気づいてないと思いますので、これでいきたいと思います。
なになに、なんでそんな悪いんかな。さ、いきます。キリちゃんが鬼です。レッツゴー。暗号を解読していきます。何をしとるんや。めっちゃ傍観者なんだが私。踊るコード傍観者だった。心配症状まだまだ沈む。知りたい心惹かれるあの人を見つけたくて、悲しみの海に沈んだ私、私が助けに行くぞ。ジージー待ってろよ。えい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 。よし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 、逃げろ逃げろ、負けないど負けないど、負けないど、あなたは逃げなさい、早く違うとこに逃げなさい、違うエリアに。なんでそこにぐるぐる回っとる。逃げ切れたって、あれなんでここ途中なん。残念、暗号解読が進んでない、進んでないです。ニックさん、レインボースターありがとうございます。高山さん、あら、ありがとうございます。わ、幸運寺が捕まりました。どこ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 にいるの。どこにいるの、本当にどこにいるの。見えないんだけど。ファイト、ありがとう。ああ逃げてたのね。捕まってる、でも捕まってる。高山さん、ハートありがとうございます。
さあ私が助けに行きます。任せろゾネさん、私が行ってやるからな。待ってろよ。私はまだ無傷なので。はい、いけ。あ、それ引かれるからね、気をつけてよ。あ、まあそっち狙っちゃうよね、それはね。そうだよね、まあなんかしてたけど。キジジさんは医師だから、たあの自分で傷を治せるのは知ってたかな知ってるかな。私でもこれ行ったら大丈夫かな。え、私これ食らいそう。はいはいはい、逃げて。オッケー、逃げて。ゾネさんは逃げて、私は踊りで。あー、土の子さん今あの治療してくれたら嬉しいかも治療してくれたら嬉しいかもしれない。あー土の子さんですか。いや、そうだよね。あ、お願いします。ありがとうございます。あと、ありがとうございます。すみません。あー、すみません。もう一個お願いします。あれまあ、ポッタお花、レインボースターありがとうございます。キジーさんは自分で回復できるんだよ、知ってた。やばい、ご対面しちゃった。大好きか。土の子さん助けに行ってあげてください。ちょっと待ってね、私が、あ一丁上がりだった。開示します。開いた。俺どこにいるの。危ない危ない、引かれる。これ引かれると結構痛いんや。通されたね。わしは生き延びる。ちょこれこいつはマジ攻撃してくるから。バイバイ。イエーイ、引き分けです。めっちゃ汚いしもんで。わけです。次やって終わろうかな。チーム解散させました。では次、ネクストステージ。はい、チリちゃん、キージーさん、ゾンネさん、ポンタでやっていきます。で私が、ジジー、ジジー気づいて、
気づいて気づいて、私がハンターになりますよ。気づいてじいじ、気づいて、気づいてくれると嬉しいな、嬉しいな。相手の反応待ち、うん、気づいてくれると嬉しいな。気づいて、お、気づいた。じゃあ私がハンター参りたいと思います。捕まえちゃうぞ。え、ハンター要求してる。ハンターへの変更を要求してる。ハンターしたいの？ハンターしたいんですか？いや、もう固くなに受け取らない。ハンターしたいの？そしてポンタはオッケーしたいと進まないけど、レッドブルミッチャーハートありがとうございます。こんばんは、赤サゴさん、こんばんは。これこうやって映しててもあれなんだね、大丈夫なんだね。誰誰？あごさごさん、お花ありがとうございます。ポンタ、ポンタがね、いいね押さないとね、いいねじゃねえわ、ここ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 あ。捕まえちゃうぞ。何にしようか。あんまりね、本当に全然やってないので、ハンターは全然にやってないので、ちょっとね難しいんで、彫刻師で、彫刻師、彫刻師でいきたいと思います。みんなを捕まえちゃうぞ。私はこれです。さあ、どこだどこだ、こう、あ耳鳴りがしますね。さあ、この絵にいらっしゃるでしょうね。はあ、どこかな。え、可愛いんだけど、ハロウィン仕様になってます。ここいたね、いたよ、ここにいたね。あれあれあれれ。あ、なんかめちゃめちゃ気まずい。あれ。もうめちゃめちゃ出していく。あー、惜しい、あー惜しい、あー当たんなかった。はい、ゾネさん一丁上がり。さあ、持ち上げてた。あ、ちょっと近い、ここに置いとこうか。あ、マット君だぞ。さあ、どこかな、どこかな。耳鳴りはしてない。この今ちょっとね、2個もね改善しちゃったんで、ちょっとまずいなっていう感じでございますけれども、いた、
待てー待つんだ。はい、1位、どこ行くんだい、どこ行くんだい、助けなくていいのかい、あ、飛んじゃったよ、一人大丈夫、いいのかい、はい、どーん、怖怖すぎない、あ、ジリちゃんだ、あ、どん、捕まえちゃった、次はどこだ、どこだどこだ、この辺にいるのかな、どこかな、音はしない、この辺か、あ、ふふふふ、そこで回転しちゃったんだね、いたよ、何をしてるんだいはい、どん、捕まえちゃったよ、怖っ、わ、こんな鬼マジやだ、さ、次はジージだよ、ジージはどこにいるのかな、どこにいるのかな、この辺かな、これチラッと見て、わかんない、見えない、わかんない、わかんなかった、チーズはどこにいるのかな、ズレンキやってんのかな、どこかな、どこかな、耳鳴りがします、耳鳴りがします、ここですね、ここにいるのかな、ここかな、あれ、いない、いたあ、君は何をしてるのかな、ゆうちゃんのことが好きすぎて近くにいるのかな、うん、これをしたいんじゃないです、私はドン、はい、どん、この辺はね、もう私の大爆発ですが、ここね、この辺のね、こういう地形はもう素敵です、ラビって感じです、はい、どーんでも、もう残り2個だったんだね、だいぶ、はぁ、はぁ、はぁ、さようならすいません、なんか捕まえちゃったよー楽しいね、みんな怖っ、やだうん、捕まえたったよ、まあ、今のは私もあのハンター の, あの動き方が分かったので、操作方法も分かってたので、ちょっとあのずるいかなって思います、なんでちょっと次は私も操作方法がわからないハンターを使ってみたいと思います、なんであの皆さんと同じ感じで初心者っていう感じでちょっとプレイしていこうと思いますやばいうげっちゅうみたいなこんばんは、ポメ兄さん、こんばんは、生ネギです、ただただ怖かった、わかったよね、大丈夫だよ、落ち着いて
動かないけど。なぜ言う？見て、なんかなんかいけないんだけど。次 40%。 あげた。おった。あ、もう次やって終わりぐらいかな。これやって、この試合をやって終わりたいと思います。私の配信も。ボンタ、ボンタ気づいて、気づいて。交代したがってます。私が交代したがってます。ボンタがやりたいって言うんだったらもうやらせてあげる。気づいてください。気づいて。気づいて。こんばんは。こんばんは。メダルだ。私もメダルね、めっちゃやってました。メダルゲーム。あのゲーセンのメダルゲーム。頑張ってください。カイドンさん頑張ります。ありがとう。あ、いや気づいてくれた。ラスト試合行ってまいりたいと思います。キリちゃん、ゾネさん、キジさん、ポンタで行ってきます。あ、ポンタポンタポンタ、ここ押してもらったら、ここ押したら次へ進みます。オッケー。はい、ラストゲームです。何にしようかな。ちょっとマジで使ったことないものを本当に使ってみたいと思います。ろう人形師。え、なんかすごい。ろう人形師マジで使ったことないんですけど、めちゃめちゃ私が普通にサバイバー側でやってて腹が立ったのでやりたいと思います。皆さん、明日はどんな一日にしますか？どこかな。あ、ここなんか、あ、お耳鳴りがしますね。この辺にいるのかな。どこかな、どこかな。いたよ。え、絶対これ撃てたよね。あ、ジージーだいや、逃走中みたいな、見つかったみたいな感じで今言ってるけど、撃っちゃうぞ、撃っちゃうぞ。あ、固まっちゃった、ビャンさ連れていくぞと。ここめっちゃでかくない？広すぎ。決めて張り付いてるから君が見えてるんだな。うふふふふ、ははなぜその歩き方しよう。うわ、このサバイバーこれ入った、めっちゃでかすぎて。どんなその歩き方、あ、やっと治った。どんどんどんと、はい、どーん。ハゾネさん月給さーて次は、あ、耳鳴りがする。どこかな、助けに行ってるのかな、もしかして。
いやでもなんかちょっと違うぞ。助けに行ってたらもう助けられてるはずだから。あれでも耳鳴りが、あれあれさっき耳鳴ってたんだけどな、どこだろう。お、鳴ってる。あ、あっちの発電機か。あ、どこえ、今どこで耳、あ、こっちか。いたよはい、はははは、どん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 ふふふふ、ポンタ捕まえちゃったよあみんな助けに来なきゃ。あとはチリちゃんだけになっちゃった。どこだろう、チリちゃんどこかな。え、なにこれ。あああ、すごいこれ。そういう遊びなんだ。遊びって何。なんかめっちゃいじめっ子みたいじゃん私が。なんかマジもうすいませんでもさっきのステージちょっと広すぎたよね、さすがに。めっちゃいじめみたいな、なんかね、めっちゃひどいよね、なんか。すいませんはい、こんな感じで、年代語人格がね結構私は好きなので最近やってるんですけど、皆さんもぜひ、一緒にやってみてください。代語人格私結構好きなので最近はやっております。最後のステージ難しいよね、それな。めっちゃ打ってやったでは、最後にアモンゴラスをやって終わりたいと思いますサインインが入りました。操作がようわからん。確かに。あ、これからこれからやっていけばって感じで。どこに集まるかな。WJB JV
BOF。 じゃん、こちらです。こちらのパスワードを打っていただけたらアモーガースのロビーに入ってきてください。入ります。6人で、やります。だから これこそなんかマジで鬼ごっこ、いや人狼ゲームか、人狼ゲームですね。はや、ジーチポンタ入りました。さっきもやってて、あ、白子さんもありがとうございます。あと2人、あと2人、あと2人、変えよう。なんかジリちゃんとトシさん、では行きまーす。特に入りました。ではアモンガース、最後にアモンガース言っていきたいと思います。これでラスト。めちゃめちゃ反射するんだけど、色々見えてる。いや見ないで、こんばんは。はい、それではやっていきたいと思います。ちょっと待ってよ、あのイヤホンさせてもらっていい？これね、インポスターだった時、インポスターじゃない時でもだけど、イヤホンしたいと思います。さあ行きます。ではタスクを管理室、管理室、待って、どこ管理室、どこだっけ。全然違うとこに行ってます。門脇さん、全然違うとこに行ってます。やばいです、管理室に行かなきゃいけないんですけど。私やばいやばい、全然全然違うとこ行ってる。やばいやばいやばい。先般してます。え、あ、見て、1、2、3、4、6、おー、まだいます、大丈夫大丈夫。ほい、じゃあ、お、待って、次は医務室、医務室。だよ、方向が。こちらですね。こちらで。ほい。ロン。これちょっと違うからね。ちょっと、あれかな。監視カメラでも見ようかしら。お。酸素ルーム、酸素ルーム、酸素ルームに行きたいです、行きたいです。え、なんかちょっと服が服がなんかさ、やばいんだけど、なんかちょっとさ、え、ちょっとみんなに見せてあげたいんだけど、ちょっとあの、どっか服がさ、ビョン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 ってなってる。あ、あ、キキキ、あ、あ、あ、これか、やーい。あー、みんながみんながね、サポタージュで買ったんだけど、っていうかなんか、えってか私がインポスターだったんだけど。イエーイ。酸欠で死んだよ。え、ちょ、待って待って待って、早すぎ早すぎ早すぎ、もう一回だけやろう、一回だけ。あるよね、こういうの。
マジ気づいたら12時とかなっちゃうから。コントローラーパッドは買わない、何ですかそれ。酸素不足で皆さん死にました。今私がなんか食ったとかじゃなくて死にました。土の子さん、としさん、きじじさん、あと2人。ラストゲームします。すいません。多分次は私はないな。せっかくインポスターだったのにピアなんだけど。お、ありがとうございます。さっきから一緒にやってくださって。ユニコーンしよう、ユニコーン。あ、さっきと同じメンバー言いたいと思います。悲しいインポストだったのにさっきピエンなんだけれども、2回戦目ラストです。ラストです。さあいきます。カードスワイプ、ここですね。なんだら医務室食ってやろうか。おう、食ってやろうか。はい、押してスタート。はい、そこで時間かかるからね。そしたら監視カメラをチェック。食うと、あ、誰か食わないか、食わないか、食わないか。キチさん、うろうろしてる。父の子がそこにいる。面白いものは何も見えませんでした。なんだ。酸素ルームとナビゲーション。ナビゲーション。こちらですね。ダウンロード。こんばんは。あ、やばい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 。酸欠になる。さっきみたいに終わる。さっきみたいに終わるのが一番つまらないよ。やだやだやだ。そんなんで終わりたくないです。オッケー。オッケー。これはまだ誰も死んでないんじゃないですか。はい、ダウンロード。キズナック、こんばんは。2345。え、どこにいるんだ。はい、ええ、なになになに、酸欠また。
酸欠で死ぬのだけは避けたい。やばいやばい、向こう行ってないんじゃない？やばいやばいやばい、絶対間に合わない。あーもうねえ、え、なんかしかも最後にトシさんに食われて終わったんだけど何？ねえ、酸欠で死ぬっつってんの、酸欠で死ぬって言ったのにさ、なんかトシさん最後ははくってやろみたいなさ、おまけおまけだぜみたいな感じでさ、なんかちょっと壊れたんだけど何よ何よ何よねえ、悲しい感じで終わりましたけど、終わりました、はい、はい、ありがとうございました。あ、次お父さんにやる、あ、アモガスを進めようかな、進めようと、アモガス一緒にやろうって言おうかな。なんかめっちゃ大きい口開けて食われて終わりました。はい、まあそんな感じでありがとうございました。はい、あの第五人格アモガス、あの参加してくださった方ありがとうございました。長い時間私のあのゲームに付き合って、ゲームの時間に付き合ってくださってありがとうございます。はい、またねこんな感じでゲームもしたいなって思ってるので、いつかね皆さんに画面を見せて、ちゃんとね画面を見せてできたらいいなと思ってますので、皆さんまたその時が来たら一緒にやってくださいね。そして今日も配信見に来てくれてありがとうございました。それ楽しいですはい、次は土曜日ですかね、土曜日のショールームで皆さんお会いしましょう。はい、そして土曜日は、カレーを作りましょうかね。前さカレー作ろうって言ってたんですけど作ってなかったのでカレーを作りたいと思います。はい、覚えてたらでは皆さんお疲れ様でした。バイ。お休みの時間だ。13位天塚寺さん、12位なるさん、11位昔からおじいさん、10位メタボさんさん、9位もさん、8位ロコモコさん、7位ふすさん、6位ちりちゃん、5位なぞみ4号さん、4位りょうさん、3位がとしさん、ありがとうございます。2位がきちち、今日もありがとう、かられる喜びをした喜び知らないでくださいね。はい、もうこれからもよろしくお願いします。そして第1位がほっとー、楽しかった、怖っか怖かったけどもう少し練習とかはい、これからもやりましょうね。はい、ちょっと私もねうん、とか言ってて、すいませんありがとうございました。で配信見に来てくれた方、いっぱい盛り上げて、このルームを盛り上げてくれた方、ギフトを投げてくださった方、本当にありがとうございます。また、土曜日もやってますので、土曜日もね13時から見に来てくれると嬉しいです。ありがとうございます。夜あの遅い時間までねありがとうございました。またよろしくお願いします。バイ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 、じゃあねー。11月27日のライブも要チェックしていてくださいね。秋祭りですバイバイ。今夜もまた夢で会いましょう